はい、皆さんどうもこんにちは、ザッキーです。今日はですね、こちら、はい、ダルビッシュセレクションのね、赤堀選手に関する動画なんですが、この赤堀選手、皆さん知っての通り、ムービングファストというね、どこに曲がるかわからない球種を持っている非常に厄介なピッチャーですよね。以前こちらの動画で取り上げた通り、運ゲーと化する赤堀選手なんですけれども、ある方がですね、この運ゲー赤堀選手を無効化する打撃をしてるんですね。その方、去年のスピチャン中部近畿大会3位、ヤクルトスワローズ代表決定戦2位など、ベスト8通算4回の実績を誇る萩くんという方なんですね。去年のスピチャン日本一になられたチンビ選手、圧倒的な打撃を披露しての優勝だったと思うのですが、萩くんはですね、中部近畿大会初戦でチンピ選手と戦い、0対5の最終回2アウトランナーなしから一気に5点を取り返してね、結果的にポイントで負けてはしまったんですが、去年の日本一を一番追い詰めた男と言っても、過言ではない方なんですね。打撃はもちろんなんですが、打席内での考え方、メンタリティの持ち方など、そういうところまでね、自分の中にしっかりと落とし込んでいるプレイヤーでして、普通の猛者とは違う猛者っていう感じなんですね。それを象徴するのがですね、去年の中部近畿大会での勝率なんですが、こちら、はい、なんとね、驚異の勝率9割2分、中部近畿大会においてダントツトップの勝率なんですが、この結果を叩き出せているのは、やはり先ほども触れた通り、しっかりとした考え方やメンタリティを持っているからだと思うんですね。今回の動画の内容、ネタ要素も含む内容ではあるんですが、他のピッチャーの配球をしていく上での考え方など、そういうところにもね、繋がってくる非常にね、重要な内容を最後にお伝えしたいと思っておりますので、よかったら楽しみつつ、最後まで動画を見ていっていただければと思います。また、今回ね、僕は赤堀選手のピッチャー目線での動画をお届けするのですが、先ほどご紹介に預かった萩くん、プレジデントチャンネルというね、グループでの YouTube チャンネルを持っておりまして、多忙なためね、あまり投稿はできていないみたいなんですけれども、以前にスピチャン出場したい方向けの、そういったね、リアタイでの考え方など、そういう動画も上げておりますし、今回の赤堀選手との対決におけるバッター目線での動画というのも、ちょっと後に上げてくれるみたいなので、概要欄にね、プレジデントチャンネルさんのチャンネルリンク貼っておきますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。このチャンネルではね、普段は配球系 YouTuber としてピッチャーごとの配球動画や、このようにピッチャーに関する動画をメインで動画出しております。こちらのチャンネルもよろしければチャンネル登録、そして高評価コメントをぜひぜひよろしくお願いいたします。それではルーム戦の方で赤堀選手無効化打撃見てもらいましょう。どうぞ。はい、それではね、ちょっと赤堀選手をね、登板させていきたいなというふうに思うんですけれども、赤堀選手ね、僕のやつは抑え適正しかないので、まずはね、その赤堀選手の登板のところまで飛ばしていきたいと思います。はい、それではね、赤堀選手投げていきたいと思います。まずはね、ちょっとインコースから投げていきましょうか。これまず見てもらいたいんですよね。行っていきますよ。さあ、1球目。まず見逃してきましたね。まずはね、見逃してくるかな。多分ね、できる球をやってくれると思う。とりあえず2球見逃しと。もう1球インコース行ってみましょうか。さあ、どう出るか。そうそうそう、これなんですよね。もうちょっとインコース続けてみますね、しばらく。アウトコースはちょっと後にして。まあ、これはしょうがないかな。よし、じゃあちょっとインコースね、ちょっともうちょっと続けていきたいと思います。本当にね、これね、一番最初にやられた時にね、マジで投げる球なかったんですよね。アウトコースでも、うまくできる時はね、これやってくれるんですよね。とりあえず、ここも続けていきましょう。これ、さっきのね、ソト選手の打席でも、1打席やってくれたかなって思うんですけど、多分これね、やろうと思えばいくらでもできると思うんですよ。ほら。やばいでしょ、これマジで。いや、うまい、マジでうまい。今、ノリ映ったしね。いや、ほら、ボール球でもストライクでも、とにかくこうやってね、投げさせてくるね、戦法なんですよね。いや、マジでこれ一番最初にやった時ね、投げる球なかったんですよね。高速スライダーとか投げても、かなり早く振ってるので、ファウルにできると思うんですよ。フォークとかのがこういう場合は有効かなとも思うんですけれども、やっぱり赤堀選手はね、ムービング投げる人が大半だと思うので、ほんとこれされちゃうとね、赤堀選手マジで無効化なんですよね。じゃあちょっとアウトコース行ってみましょうか。もうこれだけでね、15球投げさせられてますからね、2人のバッターで。
で、これアウトコースをしっかりと打っていくと。いや、すごいでしょ。まあ、なんかね、これね、結構そのインコースに関しては根元で打ってるっていうことをね、言っていたと思うんですけれども、まあ、根元で打っているっていうことはですね、まあ、そのカーソルの芯の部分はアウトコースのところにあるっていうことなんですよ。だからアウトコース投げたらこうやって打たれちゃうんですよね。みんな、赤堀を使う気が失せたかな？とりあえずちょっともうちょっと投げていきましょうか。これが本戦出場者っていうところなんですよね。まあ、赤堀選手、この動画でもね、ちょっとね、取り上げたかなって思うんですけれども、やっぱりムービングが曲がる方向に関しては正直運ゲーなんですよ。運ゲーなんですけれども、こういうね、やっぱり工夫をこなせる人が、やっぱり大会とかでもこうやって上位に入ってくるところなのかなというふうに思います。インコース続けましょうか。いやー、すごいですね。ちょっと高速スライダーじゃ、ちょっと一球いってみましょうか。これをどう出てくるか。こうやってね、高速スライダーもファウルにできるんですよね。うん、じゃあちょっとフォーク行ってみようか。ボール球にね。さあどうでしょう。あー、フォークはこうなっちゃいますね。なるほど。まあでもね、これ今24球もすでに投げさせられてる状態で、赤堀選手だけで、まあ最初にね、石川選手で打たれてるのに2点取られちゃってるわけなんですよね。まあ大ピンチの場面とかで出す人とか結構多いかなというふうに思うんですけれども、やっぱりこんだけ投げさせられちゃうと、もうスタミナがね、だんだんとなくなってくると。だ基本的に、萩くんに関してはアウトコースをね、多分打っていってるイメージなんですよね。まあ、多分インコースもね、打とうと思えば打てなくはないと思うんですけれども、まあ、こうやってね、粘っていくことでやっぱりスタミナを減らしていくと。まあ、やっぱり本当にね、こういう工夫、まあ、いろんなところで、ね、大事になってきますよね。だ皆さんもね、ちょっと一回ルーム戦とかでね、やっていってほしいかなというふうに思います。これでもね、すごいよね、マジでね。最初の時はね、ちょっとね、少し見逃しながらっていうところであったんですけど、もう31球、まあ、30球ぐらいからかな、もうスタミナが赤になり始めてるので、まあ、ここら辺に来たら多分ね、もう普通にやってもね、全然打っていけるのかなっていう感じ。まあ、超大ピンチがついた状態でも、まあ、通常ぐらいになってくるかなっていうふうに思いますので、基本的に打っていけるのかなっていう感じですね。ちょっと甘みいってみましょうか。インコースの甘みいってみるか。さあ、どうでしょう。いやー、それでもファウルにしてくる。もう35球でスタミナ切れちゃったからね。もうまだ1イニング目だから、これ。外のフォーク。もうこれ落ちなくなってるからね、フォークとかも。あ、まあ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 、これはね、ちょっとフォークの変化量見誤ったかなっていうところですかね。これなんですよね。本当にすごいですね。それではね、赤堀選手のね、超大ピンチ時のね、ちょっと、これやっていきましょうかね。まずは同じようにちょっとインコースから入っていきましょうか。オッケー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 。さあ。超大ピンチ時でもこれはできるのかと。ちょ、ボール2球続いちゃったな。ストライク入れていこうか。さあ、どうでしょう。あー、まずはちょっと軌道を見てるかな。うん。とりあえずは軌道を見てっていうところですかね。うん、オッケーオッケーオッケー。追い込まれるまではちょっと見逃してるかもしれないね。じゃあ、こっからかな。すごいね。うん、もう一球いってみましょうか。さあ、どうでしょう。いや、すげえわ。3球連続ぐらいでできたらもう本物でしょう。まあ、超大ピンチない時にね、うお、超大ピンチない時に、まあ、あれだけね、粘れたんで、まあ、超大ピンチでもこうやってね、3球ぐらい、連続でね、やっぱり粘れるんですよね。あ、外はちょっとこれ今ミスったかな。じゃあちょっとね、もう1球ね、外行ってみましょうか。さあ、どうでしょう。あー、軌道見てるね。外の軌道今見てる感じかな。外もこれさ、ずーっとファールにできたらガチエグいよね。いやー、でも今綺麗に捉えてきたね。まあ、さっきもね、タイピンない時の話でもしたかなと思うんですけど、まあ、インコースまず、ちょっともう一球いってみましょうか。インコースはこうやって、今ね、見逃してはいるんですけど、インコースはファールにして、アウトコースをしっかりと打っていくみたいなイメージですね、本当に。うん。インコース続けましょうか。オッケー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 。オッケーではないけどね。こっちからしたらもうたまったもんじゃないけどね。で、アウトコースいってみましょうか。アウトコース打ってくるかな。こうやってね、打ってくるんよね。あ、これはファウルか。まあ、でも、際どいコースいければ、やっぱり通用するかなというふうにも思うんですけれども、こうやってね、結構しっかりとストライクに入ってくると、こうやってファウルにされちゃうと。さあ、どうでしょう。ああ、まあ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 。ではね、もうちょっと投げていこうかなというふうに思うんですけれども、じゃあ、アウトコースいってみましょうか。あ、これしっかりとヒットにしてくると。いやー、うまいっすね。
まあ、超大ピンチの時は、やっぱりさすがにこのね、ファールにできるっていう確率はね、まあ、大ピンチない時よりかはね、減ってくるかなというふうに思うんですけれども、まあ、それでもね、大ピンチの時でも、やっぱりインコースはしっかりとファールにしてきますし、アウトコースに関してもしっかりと結構ね、捉えてきてるかなというふうに思いますので、まあ、やっぱりね、こういった技術ね、本当に本物のものなのかなというふうに思います。アウトコース行ってみようか。こういう例をね、打ったら、今引っ張り系からね、穴抜けていきましたね。まあ、赤堀選手ね、やっぱりこの超大ピンチの時に、一本ね、ヒットとか、ホームラン打たれるだけでも、やっぱり投げてる側からしたら、きついじゃないですか。まあ、赤堀選手ね、使ってる皆さんわかるかなというふうに思うんですけれども、うわ、打たれちゃうかって。まあ、だったらダルビッシュ選手みたいなね、コントロール系のピッチャー出しとけばよかったな、みたいな感じにね、ならなくもないかなというふうに思いますので、まあ、このね、超大ピンチ時確実性というところはね、減ってくるかなというふうに思うんですけれども、まあ、それでもやっぱりこうやってね、球数も投げさせられて、こうやってね、しっかりと打たれてしまうと、やっぱりきついですよね。まあ、ネタ的なね、要素の一つでもあるかなというふうに思うんですけれどもね、たまにはこういったね、工夫も必要なのかなというふうに思います。じゃあ最後ね、もうちょっと投げてね、終わろうかなというふうに思います。ああ、ナイスプレイ。はい、いかがだったでしょうか。超大ピンチの時は多少苦戦していたところはあるものの、何球もファールにして打てる球をしっかりと打っていくという打撃戦法、非常にね、皆さん勉強になったのではないでしょうか。赤堀選手ね、確かに運ゲーです。まあ、ですが、何か対策はないだろうか、何か打つ確率を上げる方法はないだろうか、はたまた引きずり下ろす方法はないだろうか。このようにね、目の前に立ちはだかっている難しい壁に対して、まあ、いろんな方策をね、施していける人が大会とかで結果を残せる人なのかなと、僕自身はこの企画を通じて痛感いたしました。まあ、これは配球においても言えることだと思います。このピッチャーよく打たれるな、使えねえってなるんじゃなくて、まあ、ルーム戦とかで打たれてもいいので、ここのコース割と使えるじゃんっていうコースを見出していく。この猛者の人、ストレートもスライダーも全部完璧に捉えてくるじゃん、もう無理ってなるんじゃなくて、投球間隔を遅らせて相手の集中力少し削ってみるとどうなのかなとか、さっきの打席左バッターボール球のスライダーで打ち取れてるから、スライダーに手を出さないようにしようっていう思考が働いているかもしれない。だったら視点を合わせたカットボールでカウントが取れるんじゃないかとか、まあ、配球においてもそういうね、打たれてしまっている事実にしっかりと目を向けて、なぜ、どうして、どうすればとね、考えることが本当にね、重要かなと思います。まあ、だから今回の萩くんみたいに、言い方少し悪いですけれども、まあ、ひねくれてる人は配球がうまいんですよ。事実、中部近畿大会では勝率と並んで防御率もね、 1.46 とベスト8の中でトップの数字を残しているんですね。なので、簡潔に皆さんにね、今回最後にお伝えしたいメッセージとしては、まあ、難しい壁にね、何事も立ち向かってほしいかなっていうことですね。ではまた次回の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では